今はまだ遠いアンデスの山、いつの日かたどり着くと信じているエルドラド。風よどうか伝えてほしい、お母さん僕は元気だと。今はまだ小さいこの僕だけど、お父さんが歩いていた同じ道を歩いてゆく。風よどうか伝えてほしい、お母さん僕は泣かないと。今はまだ叶わぬ夢だけど、お父さんと共に暮らせる幸せの日きっと来るよ。風よどうか伝えてほしい、お母さん僕を待って。